で、報道ステーション時代ってこう土日はゆっくり休めるお休み、それが休みって感じですね、土日。あ、だから今みたいにね、はい、取材に行くとか、はい、そういう別取材とかない時は土曜日曜が、あるいはどっちかが休みっていう時あったよ。なんか家でポーッと昼飯食ってて、なんか感じるっていうか、マナソースじゃないんだよな、普段あんまり携帯とか今ほど使ってなくて、だいぶ前、もう十何年か前だからさ、はい、なんか誰かから電話があったのかなって全然分かってないんだけど、はい、ポッて見たら、はい、ね、美濃さんって3回午前中から電話が入ってることに気づいてなかったんで、前の日飲みすぎて寝てて寝起きで、はい、美濃さんからで留守電入ってるんだ、3回とも。なんで3回とも美濃さん律儀に留守電、緊急かと思って大当てでさ、なんか電話して、あれ昼過ぎだったの、午前中は昼過ぎかな、とにかく電話した。あ、では留守電聞いてみたの、それをそれ、はい、したら、どうも美濃でございます、お前とよく行ったよな、あの銀座の並木通り沿いにある小さな雑居ビル4階のバーコバ、懐かしいいいお店だよね、ブチッとか切れてる、ちょっと意味わかんない。で、3本のうちの2本目、あ、途中で切れちゃったけどね、1分半経過しておりますけれどもって、ちょっとなんか商売用の美濃さん流の素晴らしい語りなの、流暢な艶のある声でね、ね、俺なんかとても真似できないんで、中途半端な真似で恐縮なんだけど、1分半経過しちゃいましたけれどもね、さっきの続き、あのね、老舗中の老舗銀座の名店コバがいよいよ閉店するわけでございます、今日の夜はそこで飲まないと、あ、ちょっとまた切る、それで3本目の留守電聞いたら、ということなんで、あなたの仕事が終わり次第銀座に集合ということで、みたいなこと、なんか営業トークなんだよ、はい、俺たち待ってるからじゃないんで、はい、ほいでちょっとまた気になっちゃって、はい、ミノモンタのウィークエンドを捕まえろみたいな番組を文化放送で生で土曜日やってる時代なんで、ミノさん、はい、でラジオつけてみた、はい、そしたら、いやまだ電話ないんだよ古舘君から、とか言って、ね、電話がないわけよ、こっちはね、オンエア中に決死の覚悟で電話してるんだからね、持つべきものは後輩だから、まもなく電話あるんじゃないですか、ちょっと放送中に遊びでやってる、でリスラーの人に遊びでほらやってみようか古舘君、ほうしてで疲れてんで彼を月金で見てる、それで俺は電話して、そしたらまた放送中に出たの、でとにかく行きますからって言って、これ放送出ちゃまずいですよ、いいのいいの出てるから、今ねコマーシャル入るからちょうどいい、切るよ、花屋与平さんの提供だから、とか言って、で電話切ってからボーッとラジオ聞いて、放送出ちゃったなと思って聞いてたら、はい、花屋与平さん最高ですよつって、はい、あそこは美味しい、本当に美味しい、何録音してる花屋与平さんの CM 入れんの、冗談じゃありませんよ、僕はね生コマでやっちゃいますから1分半、花屋与平最高、夏場精がつく上りにうなぎ、そして氷のかき氷までつく、食べ合わせがあんまり良くないんじゃないですか、与平さん最高、僕はね知りませんけど与平さんなんて、花屋与平最高って生コマに切り替えてんの、で俺が行くって言ったのも機嫌よくしてくれ、はい、で俺はもうすぐ着替えて、もうバッと行きましたよ、もう本番終わりで銀座まで一緒にお連れした方がいいと思って、でギリギリやってますからね、長時間の生ワイドですからね、はい、それでもうブースの向こうにね、はい、文化放送の、受付をすり抜けて行って、はいはい、で迎えに来ましたよ、俺の車で行きましょうみたいなことやった方がいいと思って、電話も出てなかったわけです、で悪いと思ってこうやってスパッとエンディング近くで俺の顔を見たんだね、ブースのガラスの、ね、はい、向こうに、今日はね古舘君迎えに来てくれたみたいだから、一緒にねまだ日が高いうちから銀座行こうかと思って、いやリスナーの方聞いていただいた花与平さんもそうだけど、本当に何はなきともリスナーありがとうございました、古舘君が深刻そうな顔してるんだけどね、これニュースやってるだけじゃなくてね、今日は俺にねこれのこと、これのことで相談があるみたい、でラジオの人分かんないっていう前提で小指上げてるの、俺何のこれのことの相談もないわ、本当に美濃さん一切これの相談ないんですけどつって分かってるよ古たち、すぐ銀座行かなきゃつって、で運転してる江口を見て、またそういうとこは俺こういうとこだめ、美濃さんから学ばなきゃダメ、いい年こいて、本当に自分を支えてくれてる人に対する感謝が半端じゃない、古たち君を支えてくれてんだよね、名前なんていうの、江口君っていうの、
ね、多分俺ね明日になると忘れてると思うよ。いやだけどあなたは素晴らしいね。今銀座方向八重洲口あたりでねこうやって運転してる時ね、さっきあなた右折したよね、綺麗な右折っつってまず右折を褒めで、右折した時君のね耳たぶが見えたけど、耳たぶが顔の割には大きい、福耳最高、あ銀座着いたみたい、古立ち、そういう中でサービスしてくれる、すごいっす、迎えに行ったってことに対して尋常じゃないあの人が。